こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回の動画では山口県周南市の徳山を10分で紹介しますよ。山口県周南市は山口県東部に位置し、人口は約13万5千人です。2003年に徳山市、新南陽市などが合併して周南市が発足、周南市役所は徳山に置かれています。1650年に長州藩の支藩が下松から徳山に移り、徳山藩の中心地区となったことをきっかけに発展。明治から終戦の間は海軍燃料廠が置かれたほか、1964年には工業整備特別地域に指定されたこともあり、様々な重化学メーカーが周南地域に進出し、周南コンビナートが形成され工業都市として発展しました。徳山駅は周南市の中心駅で、山陽線、岩徳線、山陽新幹線が乗り入れます。IC カードは下松、岩国方面は2022年3月12日に対応開始、豊富、新山口方面は2023年春頃に対応予定です。増産、などの曲を作詞した窓、道雄氏は徳山の出身で、南北自由通路は増産の散歩道、という愛称がありますよ。山陽新幹線は小玉のほか、光、桜、のぞみの一部も徳山に停車します。駅舎を西に進んで、港口にやってきました。ちなみに徳山駅西側の住所は、千代田町です。徳山駅から西へ進むと瀬戸内海が見えてきて、こちらの徳山港からは、人間魚雷1回転の訓練基地があった大洲島、大分県国東市の竹田津への航路が発着。徳山から竹田津行きのフェリーを利用すると、山口県から大分県へショートカットできますよ。駅東側の御幸口が表玄関となっていて、オフィスビル、ホテルなどの建物が多く立ち並びます。現在の行城駅舎、東西自由通路は2014年に完成、周南市徳山駅にぎわい交流施設には、周南市立徳山駅前図書館、蔦屋書店、スターバックスなどが入居しています。徳山駅御幸口のバス乗り場からは、周南市内や周辺市町への路線バスのほか、広島、福岡、大阪方面などの高速バスが発着。徳山動物園方面へは、ちょい乗り100円バスに乗車すると便利ですよ。ちなみに徳山駅の所在地は、有楽町、です。徳山駅東側には複数の商店街があります。徳山駅付近の南銀座のアーケードは撤去されて、再開発が進行中です。徳山銀座通りは片側式アーケードが設置されていて、徳山駅前のメインとなる商店街です。ここは2013年まで近鉄松下百貨店だった場所です。1990年代までの徳山駅前は、山口県東部の商業中心地としてとても賑わっていたようですが、下松、新南陽に大型商業施設がオープンしたことをきっかけに、無料駐車場を備えたこれらの商業施設へ買い物客が流出。このこともあって、近年の徳山駅前の商業は苦戦しているようです。かつての南銀座、徳山銀座通りは近鉄松下百貨店、トポス、サテなどの大型商業施設が集まり、徳山の商業一等地だったようですね。このほか、中央街、銀南街、PH 通りなどの商店街がありますよ。歓楽街は徳山駅から東に約500メートルの平和通り、昭和通りなどの地域に形成されています。サンプラザというビルがあって、東京と中野区っぽさを感じるわね。わら。山口県を中心に営業する西京銀行は、徳山の平和通りに本店を置きます。平和通りと昭和通りの間にある飯島町の青空公園は、クリスマスにはイルミネーションが飾られるそうですよ。昭和通りの東に位置する柳町は渋い雰囲気、かつては遊郭、赤線地帯だったそうです。
徳山駅みゆき口から北東方向に伸びる、みゆき通りを歩きましょう。みゆき通り、紀三通り沿いはオフィス街という雰囲気です。しばらく進み、市役所前交差点で、6車線の県道347号線、旧国道2号線、と接続。周南市役所は2019年に新庁舎が完成。シビックプラットフォーム、という、市民の交流を目的とした施設も併設されています。市役所前交差点より北東方向の道路は、紀三通りという愛称があります。紀三通りをこのまま直進すると国道2号線周南バイパスと接続します。市役所前交差点までワープ。北西方向の県道347号線は代々木通りと呼ばれていて、なんと代々木公園がありますよ。さらに県道347号線を進むと今度は新宿、この先は新宿通りとなります。徳山は東京のような地名が多いことが特徴です。新宿通りの近くには原宿町がありますよ。周南バイパスと紀三通りが接続する交差点から東に進んだ紀三地区は徳山の文化ゾーンとなっていて、周南市美術博物館、周南市文化会館、周南市徳山動物園などの施設がありますよ。周南市文化会館は1800人収容可能な大ホールを備えていて、アーティストのライブ、コンサートにもよく使われる施設です。周南市文化会館周辺は徳山陣屋があった場所、徳山藩庁が置かれていた施設で、日本三大陣屋と呼ばれていたそうです。周南市徳山動物園は約100種類の動物を展示、日本テレビ系列の山口放送 KRI は徳山に本社を置いていますよ。徳山市街地の北側を通る周南バイパスは1975年に開通。周南バイパス沿いにはチェーン店が多く並び、現在の商業中心地は徳山駅前の商店街というよりは周南バイパス沿いという感じ。秋月、周陽地区は団地が多く並んでいます。さらに周南バイパスを東に進んだ久米地区には、イオンタウン周南久米、山陽道徳山東インターがありますよ。こちらは周南緑地で、キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター、サッカー場、陸上競技場、水泳場、津田常美スタジアムなどの運動施設を備えます。1960年代以降の徳山は工業都市として発展したため、郊外や緑地の減少が問題になっていました。このような環境改善のための緩衝緑地として、整備されたのが周南緑地です。周南市民の憩いの場となっていて、ランニング、ウォーキングや、お子様と一緒に遊ぶのに良い場所ね。周南緑地の南にある砥石八幡宮は、約1300年以上前に創建された歴史のある神社で、毛利徳山藩主の崇敬も扱ったそう。多くの周南市民が参拝にやってきます。夢タウン徳山は2016年9月にオープン、食料品売り場、衣料品売り場、飲食店などが入居しています。周南市は工場夜景が有名、晴海親水公園、港公園から眺めるのがおすすめのようです。周南コンビナートの夜景の写真を何枚か紹介して、この動画はおしまいです。今回は10分で徳山を紹介しました。かなりざっくりとした紹介でしたが、動画の感想はお気軽にコメントまで。ご視聴ありがとうございました。